オーエンズボロは、アメリカ合衆国ケタッキー州第3の都市であり、デイビース軍の軍長所在地である。アメリカ国道65線沿いに、インディアナ州エバンズビルから南東に、約32マイルに位置し、オーエンズボロ都市圏の主要都市である。2010年国勢調査時点で、人口は57,265人だった。市の名前は、 エイブラハム応援大佐にちなんで名付けられた。イリノイ州、インディアナ州及びケンタッキー州で作る3州地域では、エバンズビルに次いで第2位の大きさである。人類学研究によれば、この地域の先住民文化は1万2二千年前まで遡ることができ、18世紀末に小児遺族インディアンの最後のものがこの地域を明け渡すよう強いられた時まで続いた。 伝説では、ケンタッキーは、概して、暗く塗られた土地だった。インディアンは狩猟場としては、満足していたが進んで、定着はしなかったという民間信仰から出てきた、神話である。南北戦争では、オーエンズボロが北部と南部への中世で分裂した。北軍について戦ったが、心情的には、南部側だった。南北戦争で、応援ズボロが、唯一有名になった機会は、 終戦後の1865年8月、ジョンソンのパルティザン・レンジャーズで士官だったジャック・ベネット、タイがテネシー州から南軍ゲリラ部隊を率いてこの街を襲ったことだった。ベネット隊の兵士は応援ズボロに切り入れ、地元銀行を襲おうとして成功せず、第108色食人不評連隊から13人の北軍兵を捕まえて処刑し、その遺体を補給用ボートの上で焼いた後に、 テネシー州に戻った。6日間で総延長300マイルを馬で踏破したことになった。応援ズボロは1790年代に開拓者、ウィリアム・ビルス・スメザーズが入植しており、彼にちなんで川に面した公園が名付けられている。ケンタッキー州歴史標識第744号は、この公園に彼の栄誉を称えて建立された。この開拓地は、 オハイオ川の岸の色を暗示するイエローバンクスと呼ばれた。1817年、イエローバンクスはエイブラハム応援大佐にちなんだ応援ズボロという名前で死として編入された。応援軍も彼の名前にちなむものである。1893年に綴りを今の形に変えた。1887年にフレデリック・エイムズがペンシルベニア州ワシントンから応援ズボロに来た。 エイムズは和車を修理するキャレジウッドストック会社を始めた。1910年にはエイムズというブランド名で自動車の量産を始めた。エイムズは1912年に実業家ビンセントベンディックスを雇い、この会社はエイムズ自動車会社になった。その商品はテキサス州のカーディラーから1500ドルでは最良の車と言われたが、 1915年には実車モデルの生産を止めた。その後売れ行きの良かったフォードモデル T の交換用車体の製造を始めた。1922年に再度会社を立て直し、エームズコーポレーションの名前で家具の製造を始めた。最後は1970年にホワイトオールファニチャーに身売りした。1936年8月14日、オーエンズボの中心街はアメリカ合衆 デーニー・ベシーが70歳のリスチャ・エドワーズを交換し、殺害した罪で処刑された。1937年、ローマ教皇ピウス11世が、ローマカトリック教会オーエンズボロ教区を設立し、ケンタッキー州西部の3分の1を教区に含めた。そこは32軍、面積は約12,500平方マイルある。第二次世界大戦の終わりに土木工事事業が起こされ、 オーエンズボロは眠っているような工業街から1960年代に移る時までに現代的な拡大する地域社会に変わった。その多くは土木コンサルタント会社であるジョンソン・デップクイゼンベリーによって起こされ、その後軍空港滑走路を再設計した。デップはケンタッキーの古く大きな家庭の一員に過ぎなかったが、そこから1960年代に俳優のジョニー・デップが生まれ、 さらに有名なものとして、ケンタッキーフライドチキンの設立者カーネル、サンダースの本拠になった。1961年、オーエンズボロにあるゼネラルエレクトリック工場の技師たちが、コンパクトロンと呼ばれる真空管を発明した。オーエンズボロは、北緯37度45分28秒、整形87度7分6秒。 北緯37.75778度整形、87.11833度、37.75778 87.11833に位置し、オハイオ川の屈曲部にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は18.7平方マイル。この内陸地は17.4平方マイル。 水面は1.2平方マイルで、水域率は6.59%である。ブルーグラスの州ケンタッキーで、オハイオ川の南岸が蛇行して、南に5マイル以上伸びたところに、広がる、鋼の町、オーエンズボロがある。ミズーリ州で、第2の都市セントルイスは、北西200マイルにあり、120マイル南には、カントリーミュージックの故郷テネシー州メンフィスがある。オハイオ川の北岸は、 インディアナ州であり、東はバージニア州で、ケンタッキー州は当初その一部だった。以下は2007年の人口統計データである。2007年統計によれば、オーエンズボロと試験は、デイビス、ハンコック及びマクリーンの核軍を含んでいる。デイビス軍庁舎、オーエンズボロは1954年以降、シティマネジャー方式をとっている。市民は、 市長一人と四人の市政委員を選出し、この五人が市政委員会を形成する。市政委員会は市の立法を担当し、市民の利益を代表している。市政委員会が日々市を運営するシティマネージャーを雇用している。市長は四年任期である。各市政委員は二年ごとに選出される。シティマネージャーの任期は定義されておらず、その功績次第である。 応援ズボロ公立教育学区、デイビス郡公立教育学区及びカトリック教会、応援ズボロ教区が応援ズボロとその周辺の幼稚園生から12年生までの教育を監督している。応援ズボロにはブレシア大学とケンタッキーウェスレアンカレッジの4年生、大学2校と公立のコミュニティカレッジである応援ズボロコミュニティ、校歌カレッジがある。 ドローゴンズジュニアカレッジとデーマーカレッジのキャンパスもあり、西ケンタッキー大学は広大なキャンパスを保有している。2006年にルイビル大学によって、応援ズボの医療健康システムの一部である、ミッチェル記念が、センターに研究センターを設ける計画が発表された。ここではタバコから、ガルダシルと呼ぶ人、ルイビル大学の研究者、アルバート・ベネット・ジェンソン博士と、シンジェ。 キム博士がこのワクチンを発見した。成功すれば、応援ズボロでワクチンが製造されることになる。グロバー、KD 橋アメリカ国道6 5線と道431号線が応援ズボロ中心街を走っている。アメリカ国道231号線と道6 5線バイパスが応援ズボロを取り囲むベルトウェイを形成している。ケンタッキー州道81号線。 56号線、331号線、298号線、54号線、および144号線も市内を走っている。オーエンズボロデイビス郡地域空港は、エバンズビル地域空港とともに地域商業空港として機能している。1884年に設立されたオーエンズボロワゴン会社は、国内でも最大かつ影響力あるバコバ社会社だった。 8種類のスタイルとサイズの馬車があり、20世紀への変わり目まで標準的品質を設定していた。オーエンズボロで購読される日刊誌はパデューカのパクストンメディアグループが所有するメッセンジャーインクワイア紙である。ラジオ局としてはワビ、ボミー、WVJS、WBKR およびエバンズビルから放送する多くの放送局がある。ベストは オーエンズボロで免許を取得しているが、エバンズビルを本拠地にしている。市内には、テレビ局がないが、ニールセンメディアリサーチによると、全米第100位の大きさである、エバンズビルテレビ市場の一部である。しかし、2007年初期、ワーフィーピーが、オーエンズボロに市局を開局して、蒸気市場の内ケンタッキー州西部の群部をカバーしている。地元テレビ局の多くは、エバンズビル、 ヘンダーソンと、オーエンズボロを顧客にするものが多い。川物、軍事記念非正解スポーツエンターテイナーダドリー、モートン記念碑アメリカンリージョンホール著作家とジャーナリストその他、オーエンズボロは2都市と、姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。